はい、どうもこんにちは、クレイです。プロスペースやっていきましょう。というわけで今回はですね、昨日のアップデートですかね、追加されましたこちら新機能 K ポイント登場ということで、こちらなんですけれども、こちらですね、動画特に撮るつもりがなかったんですけれども、本日ですね15時にもう一つコナミさんが運営しているプロ野球ゲームドリーム 9SS、 プロ野球ドリーム 9SS というアプリケーションがあるんですけれども、そちらがですね、長らくのサービスを終了するという形で、サービス終了が発表がありましたと。はい、でそのゲームをですね、僕もずっとやってたので本当に残念な形ではあるんですけれども、このね、K ポイントというシステムがですね導入されまして、こちらがね600ポイントいただけましたと。はい、で、まあ、これね、ドリーム 9SS やってなかった人からしたらずるいよって話かもしれないんですけれども、まあそこはね、ドリーム 9SS の運営さんからプロ野球スピリッツエースに引き継ぎたいっていう形だと思いますので、はい、まあ、こちらはねありがたく受け取っていきたいと思います。まあ、ツイッターにもちょっと載せてるんですけど、30ポイント30ポイント120ポイントで25円のやつめっちゃもらえますねこれ。はい、で200ポイント、これまあ普通に後々イベントとかでも手に入るようになってるみたいなんですけれども、ぜひね、まあ、動画参考にしてもらえればなと思います。で500ポイントでも S ランク契約書、そして600ポイントで S ランク契約書で、僕が知ってる情報だと次1000ポイントで、やっぱそうですね、 S ランクで全部契約書みたいなので、こちらをね次は狙っていきたいなと思います。はい、合計1000ポイントってことは、まあでもあれか、所持とはいえども累計みたいな感じなのかな。はい、という感じみたいですね。はい、じゃあこちらをね、ありがたく受け取っていきたいと思います。そうですね、そしたらちょっと待ってさ、エナジーも一回削っちゃおうか。あの V ロードのステージクリア報酬、新しく星7が追加されたので、それでもかなりエナジーがもらえたので、はい、エナジーが大量で、じゃあまず A ランク契約書からいきましょうか。 A ランク契約書、さあここは限界突破できる選手が来てほしい。はい、角中 OK、 角中いいね、よしよしよし、角中いい、角中を育てましょう。角中育てて限界突破しましょう。で自チーム契約書は、ずっと言ってる通り横浜でいきます。さあ誰でかな、まあ倉本いいでしょう。 OK、 まあ筒香が欲しいところであったんですけど、まあいいでしょう。はい、ということで本題、 SM 契約書2枚こちら引いていきたいと思います。まあ、2300のスピリッツなんですけれども、まあ、V ロードの方のね周回報酬は取っておこうかなと思います。まあここはそうだな、まあ、限界突破できる系の選手かピッチャーの強化則本あたりねできればいいかなというところでございます。やっていきましょう。はい、まあ、ドリームエースですもね、すごい僕も楽しんでやってたゲームではあるので残念ではあるんですけれども、まあ、ここでねプロスピエースに引き継いでいきたいと思います。さあ誰来るかな、どの上、まあまあまあいいでしょう。はい、じゃあラスト1枚引いていきましょう。まあミキサー要員みたいな選手が出てきたとしても、とりあえず今回というかシリーズをまたぐまではミキサーかけないでおこうかなと思います。はい、じゃあ誰来るかな、ラスト、さあお願いします。いい選手いきたいな。得点演出なしからの、はい、松井和夫。いやー、まあ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 いいでしょう。はい、前回のね、30連の動画かな、ひのちゃんの30連の動画見ていただいた方は分かると思うんですけど、まあまあまあいいオチがついたんじゃないかなという感じで、今回この辺で終わりたいと思います。はい、ドリナイ SS サービス終了に関してはね本当に僕も残念に思っておりますが、まあそれでねドリナイ SS からプロスペースに流れてくる方もね増えてきて、プロスペースがより賑やかになればね、ゲームとしてもすごいいいんじゃないかなと個人的には思いましたと。はい、という感じで今回この辺で終わりたいと思います。あ、そう、あと V ロードですね、星7が追加されましたと。 V ロード星7が追加されて今20試合終わったのかな、9節まで終わった感じでございます。まあ、普通にスピリッツが最初から4万を超えてるっていうのはねかなりの強さなんですけど、報酬とかは特に変わらずという感じなのかな。はい、まあ、あと気になるのはストーブリーグ報酬なんですけど、まあ、ちょっとまだそこまではいけてなかったので、まあ、それはいけ次第動画なりツイッターなりで、流したいなと思いますので、ぜひねツイッターのフォローまだしてないよって方は、概要欄にリンク貼ってありますので、ぜひそちらから飛んでフォローしていただければなと思います。はい、という感じで今回はこの辺で終わりだと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次のプロスピースの動画でお会いしましょう。さよなら。